t s 1> v 1 8 6 0ミュンヘン t s v 1 8 6 0ミュンヘンはドイツバイエルン州ミュンヘンに本拠地を置く総合スポーツクラブサッカーブンデスリーガでは1965から66シーズンに優勝した古豪。約2万人の会員を有する国内最大のスポーツクラブの一つであるサッカー部門が特に知られているがそれ以外にもバスケットボール ロッククライミング、ボクシング、ボーリング、陸上競技、レスリング、サイクリング、スキー、テニス、体操、ウォータースポーツなどのスポーツ部門を有する。クラブのトレードマークに、ライオンが使われており、大老縁、ライオンの愛称で親しまれている。1860ムーンションをドイツ語読みをカタカナで、書くと、アハゼンフンダーとゼヒチヒミュンヘンである。 1848年7月15日、ミュンヘン市内のパブで前身となるミュンヘン体操クラブが創設された。同クラブは短い活動期間の後に活動を禁止されたが12年後の1860年5月17日に活動を再開し、1898年にトゥルンフェラインミュンヘン1860と改称した。 サッカー部門は1899年3月6日に創設され3年後に最初の試合が行われた。1960年代中盤に入ると監督の元で最盛期を迎え、1963年に創設されたブンデスリーガには同じミュンヘンを本拠地とするバイエルンミュンヘンを抑えて初年度から参入。1963から64シーズンに DFB ポカールで優勝すると UEFA カップビーナーズカップ1964から65では決勝でウェストハムユナイテッド FC に敗れたものの準優勝という結果を残した国内リーグにおいても1965から66シーズンにリーグ優勝を果たしたが1970年代以降は株リーグに低迷した 1994から95シーズンに、ブンデスリーが一部に復帰を果たすと、10シーズンにわたり一部に定着。1996年にはで優勝し、UEFA カップ1997から98への出場権を獲得すると2回戦に進出。1999から00シーズンには、バイエルミューンケンとのダービーマッチにおいてに、 連勝するなど好調を維持し4位でシーズンを終え、UEFA チャンピオンズリーグ2000から01、予選ラウンドへの出場権を獲得。3次予選で、イングランドのリーズユナイテッド AFC に敗れたため、UEFA カップ2000から01へと回ったが、1回戦で、チェコの FK ドルノビツェ、2回戦で、スウェーデンのハルムスタッツ BK を破り3回戦、進出した。 翌2001シーズンには UEFA インタートとトカップに出場し準決勝へ進出した。この当時には元ドイツ代表のトーマス・ヘスラーやブンデスリーが得点王となったマルティン・マックスらを擁していたが2002から03シーズン終了後にヘスラーとマックスが対談すると2003から04シーズンは下位に低迷し17位という成績で2部に降格した。2005年に バイエルン・ミュンヘンと共にホームスタジアムをミュンヘンオリンピア・スタディオンからアリアンツ・アレナへ移転した。2005から06シーズンはブンデスリーが2部においても13位と低迷したが、新スタジアム効果により2部4位に終わった2004から05シーズンの2万人弱や現状一部での最後のシーズンとなった2003から04シーンの2万8千人強を大幅に超える。 ブンデスリーが2部で1位となる4万2千人弱の平均観客動員を記録した。なお、このシーズンの TSV1860 ミューン編の平均観客動員数は、ブンデスリーが1部を埋めても8位に入る好調差であった。その後も、ブンデスリーが2部に定着をしており、2005-06シーズンと2007-08シーズンの DFB ポカールでの準々決勝進出が目立った。 成績となっている。しかし、2016から17シーズンは16位となり3部3位とになった SS 部やアンレーゲンスブルクとの入れ替え戦にも敗れ、1993年以来24年ぶりに3部へ降格。会長、CEO が隕石辞任した。その後3部でのプレーに必要なライセンス費用の支払いを大株主が拒否したことから、6月9日に、 アマチュアリーグであるレギューナルリーガーへ降格処分を受けた。またホームスタジアムであるアリアンツアレなど使用契約を2017年7月12日付で解約したことが明らかになった。陸上競技部門はクラブの中で最も多くの成功を収めている。部門内には競技コースとフィットネスレーベンコースの2種類があり。競技コースは夏季オリンピック世界陸上競技選手権大会。 ヨーロッパ陸上競技選手権大会といった国際大会に多くの選手を送り出している。一方、子供を対象にしたフィットネスレーベンは健康促進を目的とし、バレーボールやバドミントンなどの簡単なレクリエーション、フィットネス体操など様々なプログラムを実施している。体操部門はクラブの前身となるミュンヘン体操クラブが創設された1848年から、 存在したが2年後に活動を停止、12年後の1862年に再建された。これまでの歴史の中で1936年に行われたベルリンオリンピック団体総合金メダリストのを輩出している。フィットネスを目的としたレクリエーション部門は1975年に体操部門に統合されており、親子、青少年、女性、大人を対象としたフィットネスジム。 護身術や卓球などのプログラムを実施している。また、競技コースには、新体操も含まれており、2009年と2010年と2011年に、バイエルン州選手権で優勝している。ボクシング部門は1919 19年に創設された。これまでの歴史の中で1924年のドイツヘビー級王者のルートビヒハイマン、1936年に行われた。 ベルリンオリンピックバンタム級銀メダリストのやからしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。